大谷選手とか、はい、才能で憧れるなんて言ったら、もちろんもちろん、今でこそ大谷選手って言ってますけど、当時はやっぱ翔平って呼んでましたし、チーム同じでしたもんね。チーム同じで、大谷選手入ってきた時にバッティング練習だったり、そのスピードもそうですし、投げることに関してもう、こんなに打球飛ばすの、こんなに球速いの、お前走ってもめっちゃ速いなっていう感じだったんですね。野球本当やめたろうかなって思うぐらい次元がやっぱ違うんですね。次元が全く違うんです。でおまけにあの性格ですから、はい、もうストイックなんですよ、うん、それこそ2年前 MVP、はい、取った時に、うん、僕あの LINE は知っていましたので、うん、あの MVP おめでとうって後輩ですよね。後輩なんですけども、もうねそんな話できないです。だから翔平なんて言えないんですよ、もう今大谷選手でも何もしないんだもんね。